皆さん、温泉ってそもそも何だと思いますか？そうなんです、温泉っていうのは実はちゃんとした定義があって温泉って認められてるんですけれども、温泉っていうのは実は温泉法という法律があるんですよ。皆さん知ってましたか？そうなんです、温泉法っていうのに基づいて全ての温泉はね、温泉として成り立っているわけなんですけれども、温泉の定義その1、源泉温度が25度以上、源泉温度が25度以上ならもうそれは温泉と呼んでいいものなんですよ。そして温泉の定義その2、リチウムイオンや水素イオン、あとはラドンなどの特定の19の成分のうち1つでもこう基準値に達していれば温泉と認めていいそうなんです。だから温泉ってどうしてもこう温かいイメージがあると思うんですけれども、25度以下の冷たいものでもその水素イオンの規定値がすごい高ければもうそれは温泉と呼んでいいそうなんです。はい、こんな感じですかね。温泉とはちゃんとした定義に基づいて決められてるんですよ。なんかこれを聞くだけで賢くなった気分になりませんか？よし、ちょっと山をここかな、ここかな、よし、ここだな、行きます。皆さんこんにちは。はい、オンソブナナミンこと NGT48 の大塚ななみです。見て、すごく高いところに来たんですけど、今日は新潟県湯沢町に来ています。すごく空気も美味しいです。本日私オンソブナナミンが紹介する温泉はででん、じゃーん、こちらシェラリゾート湯沢さんです。すごいおしゃれじゃないですか、外観。じゃ早速行ってみたいんですけれども、その前に本日のファッションチェック。はい、私もう今日は秋服で、もうだんだん新潟も寒くなってきましたので、はい、こちら見えますか、こちら、はい、ポイントはこちらの母から勝手に借りてきたカーディガンです。あ、いつも母はこの動画を見ているのでこれでバレると思います。はい、じゃあ早速行ってみたいと思います。じゃあせっかくなので BGM を、はい、私オンソムナナミンのデビュー曲ガタの湯どうぞ。オンソムナナミン、オンソムナナミン、ラン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 。失礼します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。内海さんです。はい、内海と申します。よろしくお願いいたします。シェラリゾート湯沢さんの支配人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、ここはどんなホテルなんですか？こちらはですね、はい、まずあのスキー場の中腹にありますので、玄関降りたらすぐもうスキーで、すぐ楽しめます。滑れますよね。はい、うわすごい。あとはあの、はいはい、音楽スタジオを併設してますので、そちらで趣味を楽しむこともできます。そうなんだ。はい、スキーも音楽も、はい、何でもできますね。あとあのやっぱり山の中腹にございますので、はいはい、あのすごく景色がいいと。いや、本当に、はい、谷川連峰を一望できる場所にありますので、ここ、はい、ここですね。そちらですね。はい、ではあのまず見ていただければと思います。はい、こちらが見晴らしテラスですね。え、見晴らしテラス。はい、はい、どうぞ。行きます。うわあ、ちょっと。贅沢。
皆さんにもお見せします。いきますよ。じゃーん。ちょっと待って、すごすぎる。支配人、どういうことですかこれは。そうですね、あの谷川連峰が一望できるところとかですね、ここ、はい、あの湯沢町一望できますし、ね、山も綺麗に見えます。そうですよね。今日は幸い天気もいいですからね、はい、今日特に最高の景色なんじゃないですか、はい、そうですね。うわ、ちょっともう一回もう一回見せます。ほら、すごい、幸せです。あの夜は夜景も見れますし、それこそあの星空とかも。うわ、ここは最高です。ありがとうございます、支配人。ありがとうございます。こんな素敵な場所、湯沢の全てを手に入れたみたいな気分になれますここ、はい、すごいですね。こちらにあの14個のスタジオがあるんですけども、はい、音楽スタジオですね。あのライブもできるようなところなんですけども、はい、そのうちのお一つ、C スタジオをご案内させていただきます、はい、なんかすごい ホテルじゃないみたい。あ、はい、じゃあこちらお願いします、はい、支配人。はい、ではどうぞ。はい、行きまーす。待って、すごい、ライブハウスじゃんここ。ちょっと本格的すぎて今言葉を失っています。これなんかコンサートできますね。そうですね、ライブハウスとして使えますので、実際に音楽ミキサーもありますし、照明もちゃんと、照明もなんか青やら赤やらありまして、なんかスピーカーもいっぱいあるし、音楽的。すみません、確認なんですけど、はい、本当にここホテルですよ。ここホテルです、はい、すごい。待って、オンソムナナミンソロライブここでできそう。ちょっとドラム叩いてみて、ね、やったー。オンソムナナミンデビューライブ。あ、どうぞ。失礼します。じゃあ、緊張するんですけど、どうしよう。失礼します。はい、どうぞ。ちょっと叩いてみてください。ありがとう。それでは聴いてください。デビューシングル、ガタの湯。ソムナナミン、オンソムナナミン、出陣。あら、あらあらあら、なんて素敵なの。すごいヒノキの香りがダイレクトにこう鼻にきます。あら、ここでもね、さっきのテラスみたいに景色を一望できますね。あら、素敵。宇宙に入りたいところなんですけれども、本日私が入るのはこちらの露天風呂でございます。私にはもう見えてるんですけど、見ますか、見ますか。それでは皆さんにお見せしたいと思います。3、2、1、こちらです。素敵。よし、それではオンソムナナミン沈みます。はい、あ、いい湯。わあ、気持ちいい。はい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 、あは、最高。めっちゃ気持ちいい。うわー、あったかい。そしてこの温泉に入ってからのこの景色を見る。うわー、湯沢に溶け込んでます今。あー、最高の景色。結構この温泉が標高が高い場所にあるので、湯沢のね、全てをここから見下ろすことができます。山だったり、綺麗なカーブを描いている
高速道路、あれなんていう名前なんだろう、あん、なに、関節、関越道あったんすか、あってた、あってた、関越道、はい、関越道があり、いやー素敵ですね。もうここでしか見られない景色が、そしてじゃあ温泉の、はい、ご紹介もさせてください。こちら本日入っているのが岩っぱらの湯というところなんですけど、こちらのお湯は泉質が単純温泉と、はい、なっております。色は無色、無色透明、うん、匂いもない、すごくサラサラとした、いかにもお肌がすべすべになりそうなお湯でございます。なんか単純温泉って聞くと成分そんなにないのかなみたいな、効能そんなにないのかなみたいな思うかもしれないんですけど、違いますよ。いろんな成分がこう濃すぎない程度に入ってる、つまりすごくお肌に優しい刺激の少ない温泉となっております。なので単純温泉はこう子供も大人もいろんな方、年齢問わず様々な方が入れる温泉なので、家族の湯とも呼ばれています。湯沢最高、あーいい湯、ゆずほのスタジオからお届けしています。はい、今回のシェラリゾートゆずほさんいかがでしたか。すごくロビーはおしゃれですし、素敵な景色を見ながら入る温泉はゆずほを一望できて本当にすごかったです。こんなに立派なスタジオもありますし、これはぜひ NGT48 の強化合宿でぜひ来たいですそれでは皆さん、次回もオンソムナナミンと会いましょう。サンキュー。以上、湯沢からお届けしました。また。